さらに今回はみんなの最後のステージを見守ってもらうために特別ゲストに来ていただきました。入ってください、どうぞ。一緒にこのオーディションに挑んだ仲間が応援に駆けつけてくれました。久しぶりだね。おはようございます。最後のミッションなのでみんなが揃ってサプライズに、はい、脅かすに、みんなに脅かしに行く。反応なかったらちょっと悲しいけど。もう少しするとここで緊張のステージが始まります。そんなみんなにじゃあちょっと一言もらおうかな。じゃあまずはここから。うまく自分の魅力を見せれていなかったなっていう風に感じました。ありがとうございました。まずは本当にみんな久しぶりに会えて本当にすごく嬉しいです。15人でこうやって揃うことが本当に久しぶりというかすごく幸せな気持ちでいっぱいです。今日はみんなは今本当にすごい緊張してると思うんですけど、私も本当に緊張しててなんか私も今からステージに立つんじゃないかって感じ本当に緊張緊張しちゃってるんですけど、今日本当にデビューできる人もいれば、まあ、脱落してしまう人もいると思うんですけど、本当にみんなにはもう結果にとらわれず、もう今日は最高のステージを作ってほしいので、最後まで頑張ってください。応援してます。さあそしてアイナ。本当にこんないいメンバーと出会えることができてすごく嬉しかったです。ここまで残ったら本当におめでとうって言いたいのと、あとなんか本当にみんながプリンセスみたいだなって、今日あのモニター後ろで見てたんですけど、すごいみんなすごい垢抜けてて、もう全員がアイドルみたいだったので、もう本当にそのココちゃんが言ったように結果にとらわれず、もう今日本当に悔いのない楽しいステージにしてほしいです。頑張ってください。ありがとう。そして久しぶりじゃんセナ。なんかちょっと会わない間に大人っぽくなっちゃってもうここにいるメンバーとは一緒に夢一緒に夢を追いかけられないんですけど、残った14人のことを誰よりも応援してます。一言もらってもいいですか。かわいい。今日あのこのプログラムが終わるっていうことは、あのみんなが頑張ってきたことが今日結果が出るってことだと思うので、あかんで自信を持って楽しくみんなの輝く姿を楽しみに来たので頑張ってください。大好きです。どんどんみんなちょっと変な感じにそうしてリンカ久しぶり。今後この道に続けるかわからないんですけど、これを経験としてまた前に進めたらいいなと思います。デビューしたら絶対見ます。今日これまでみんなすごい長い期間練習生として頑張ってきて、辛いこともたくさんあってたくさん努力してきたのを知ってるので、本当最後は悔いが残らないように楽しく終わってほしいです。と言う、頑張ってね。いやーもうなんか胸いっぱい
そしてもうなんかベイビーじゃなくなってる。まずはここまで支えてくれた練習生のみんなに本当にお礼を言いたいです。本当にありがとうございます。この経験を生かしつつ、あの時落とさなければよかったって思ってもらえるような人になれるように自分なりに努力します。ありがとうございます。みんなに一言もらっていいですか。はい、本当にお久しぶりです。今までずっと一緒にいたのにいきなり会えなくなって本当に寂しかったです。悔いの残らないように頑張ってください。ここでずっと応援してます。ありがとう。いやもう何これ、もう一回帰りません、もうなんかもう続けられないや。